皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド東京からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはウッチーこと内山店長です。はい、はい、よろしくお願いいたします。ウッチー、今回もすごいのができました。はい、すごいのができましたね。もう、はい、正直もうアメンタドール、はい、タイヤホイール交換させてもらったりとか何台もやってきましたね。やらせてもらってるけど、はい、冷静に考えて、これ車がまず4500万円から5000万円くらい、はい、それを今回エアローをつけて、はい、まあ、タイヤホイールちょっとこれから紹介しますけど、はい、タイヤホイールも交換してると。はい、交換してます。でしかもエアローつけるってそうそうないじゃない。ないですね。もうアベントドールってだいたいやっぱり車高を下げてホイール入れてマフラー変えて終わっちゃうパターンが多いですからね。もともとがかっこいいからね。そうですね。でホイールもフェラーリなんかと違って結構タイヤも最初から薄かったりするから、はい、結構純正のホイールのまんま出してローダウンするだけでも決まっちゃったりするんで、はい、さらにそこからエアロまくってなかなかないんですけど、はい、今回なんとフロントサイド、リア、その他ということでとてつもないカスタムが施してあるみたいなんで、はい、ちょっと端からチェックしてみたいと思います。はいはい、で制作途中でもちょっとお伝えしたんですけど、はい、マンソリーのパーツで前回りが、はい、まずこのリップがもうなんか形容の仕様がとてつもない形状に。そうなんですよ。これがまたちょっとこのアベンタ S のちょっとこうシンプルでスッキリとした前回りが、ね、あまりでもこのリップって日本で見たことなかったので。確かに、はい、でいろいろやっぱり悩んだんですけど、ノビテックは前にもやったことあったし、1016は、まあ、浦和店がやってたりとか、マンソリーこのデザインもかっこいいよなってずっと思ってて、今回はマンソリーをつけることになったんですけど、この車自体がボンドカーズ東京で車を買っていただいていて、その時にカーボンが外装全然入ってなかったんですよ。でお客様と話しててカーボンないのまずくないですかってまずくないアベンタドールでカーボンパーツないのまずくないですかって話になって、マンソリーをつける経緯になったんですね。あ、なるほど。はい、じゃあもう購入した時にもある程度そのカスタムも視野に入れてってこと。はい、なるほど。もう車を買うって決めた時点ではもうつけるパーツは全部決めた状態で、そういう感じ、はい、スタートしてるので。でせっかくだったらそう人と被ってないというか、そうですね、作ったことないマンソリーで、まあ、やっぱりさっきも言ったんですけどデザインが結構好きなんですね。このスポイラーのランボルギーニらしい、うん、アニベルサリオとかもなんかこんな感じじゃないですか。ちょっと純正をガラッと変えちゃうんじゃなくて、はい、こう純正のこう、そうですね、延長線上みたいな、はい、そんな感じで、はい、まあ、マンソリーにしてはちょっとこうシンプルかもしれないですね。シンプルというか、はいはい、でもそれがまたやっぱかっこいいかなと思って。なるほど、はい、そんなリップがついてて、でこのカーボン面もまあ、マンソリーいろいろ選べますけど、はい、今回は一番スタンダード、まあ、スタンダードのやっぱり綾織で、まあ、ちょっと平織りにするとフェラーリっぽくなっちゃうし、まあ、ここはシンプルにいった方がいいかなと。確かに、はい、あえてこうフォージドカーボンにしたりとか、そうですね、ブロックの大きいのにするんじゃなくて、はい、もうここは本当にシンプルに、はい、でまあ、やっぱりマンソリーなんでカーボンの折り目もこうちょうど中心から左右に分かれている形になるので、だってこのどでかいパーツがもうこの下側はもうワンピースなわけじゃない、はい、このサイドの立ってるところはまあ別パーツだけど、はい、それが全部こう折り目が全部揃って製作されているという、はい、そしてこっち側にだけマンソリーののロゴが入るようになってます。ロゴが入る感じで、はい、左側だけなんですね。なるほど。でも両方入ってたら確かにまあまあなんかちょっとくどいかなと思います。でつけないっていう手もあるみたいなんですけど、今回はただそこエンブレムがやっぱりエンブレムホールになってるので、まあ、エンブレムはあった方が、他にちょっとマンソリーってどこも入ってないので。で、今回はつけてあるみたいです。はい。はい、で、あとは、このボンネット。はい、このパーツが。ダクトの部分も、残念ながらマットブラックだったんですね、純正で。いや、残念じゃない。おかしい、はい。はい。で、やっぱこれだけカーボンつけるのに、ここつけなくていいんですかっていうことで、まあ、ここはもう、有無を言わさず。なるほど。はい。ただここもちょっとアクセントでかなりいい感じになってます。で、ね、はい、でマンソリー結構パーツ点数が多いじゃないですか。多いですね。これはここを変えるとかどこを変えるとかっていうのは全体のやっぱりバランスはかなり意識しました。まあ、横から見た時に多分皆さんこういう後ろのエアダクトカーボン入ってるか入ってないかっていう話になると思うんですけど、マンソリーにももちろん設定はあって、でも周りに何もカーボンがなくてこう青いパネルの中に急にカーボンドーンってなっちゃうんで、だったら別にあえてつけなくていいかなと思う。なるほど。その方が横から見た時に結構まとまる感じがあると思ったので、そこはそのままにしてますね。じゃあ全体的なこうパーツチョイスもちょっとシンプルに、はい、そうですね。ただでもこのガラスの後ろのカーボンパーツという今回ついてますけど、こっちですね、はい、ここですね、
もともとやっぱりマットブラックだったので、まあ、これはまずいと。なるほど、まずくないです。まずいと、はい、マットブラックが残ってますと。なるほど、というわけでカーボン。あ、じゃあ今回そのマットブラックのパーツをちょっとカーボンに変えてるっていう感じ。 で、はい、でまたこれがこのフロントの、フロントというかこのサイドのガラスからこうつながるカーボンで、はい、黒がこう伸びてる感じ。そうですね、はい、非常にスタイリッシュな感じになってます。やっぱりここがカーボン入ってるのと入ってないとでは結構こう分からない人が見たら、オプション結構入ってるんだなっていう印象になるじゃないですか。確かに、はい、そんな感じ。やっぱりスーパーカーとか乗られる方はカーボン好きな方が多いんで、やっぱここは重要かなと。確かに純正オプションでもありそうな感じ。そうですね、あ、ここあるんですよ、純正で。 あるんです、はい。そしてあとはサイド、はい、サイドスカートですね、はい、ちょっとマンスリーの特徴的なデザインのサイドスカートですね。こうフィンをこう立ち上げる感じの、はい、そうですね。でその立ち上げたフィンもちゃんと穴が開いてるという。さすがですよね、ここをダクトにするっていう複雑な造形もできちゃうっていう、はい、でこれも、まあ、そのフィンは結構目立ちますけど、はい、この全体的なシルエットとしては結構シンプルな。そうですね、やっぱり純正のデザインを損なわないような、あのちゃんと馴染むようなデザインになっているので、まあ、あまり違和感はないと思います。確かに、はい、でちゃんとここもカーボン別パーツなんですけども、これサイドスカートではないので。そこを聞くよね、本当に、はい、ちょっと一番最初にこう仮合わせした時はあんまりピンとこなかったけど、出来上がったらこのサイドスカートとちゃんとつながってて。そうなんですよ、やっぱりここもちゃんとつけないとマットブラック残っちゃうんでまずいですとでちょっと通り過ぎちゃいましたけど、はい、今回のこの一番の目玉でもある、ね、ADV-1 ですね。またアドバンスドシリーズですね。で今回はまあもうちょっとこうアメリカを意識してフルポリッシュで仕上げてみました。もう、はい、ちょっとこの走ってる姿がもう完全にアメリカだなと、うん、そうですね、まあ、ちょうどこれの前に走行の撮影してきましたからね。もう走ってる姿がアメリカでした、はい、完全に。このボディカラーとこのポリッシュのホイールといいですよね、このなんかブリンブリンな感じが。でちょっと今回キャリパーを、まあ、今までよくプラッティングシルバーってよくやってきたと思う。うちのボンドのブログでもプラッティングシルバーって出てくると思うんですけども、今回その、まあ、プラッティングシルバーをかなり薄くしてもらってガンメタっぽく仕上げてもらいました。ちょっと暗めのってこと。そうですね、プラッティングシルバー自体が黒をベースにシルバーを塗り重ねていくようなペイントになるので、 そのシルバーの回数を逆に少なくしてもらってガンメタ、下地が透けるようにガンメタっぽくしてもらいました。なるほど、はい、それはこのホイールがポリッシュだから逆になんかちょっと暗くして、はい、そうですね、本当はなんか最初はグロスブラックでっていう話をしてたんですけれども、なんかちょっと面白くないなと思って、ここはまたちょっとお客さんに確認をしないで勝手に勝手に色を変えるっていう。なるほど、はい、で一応後で言ってきました、やってる最中にすいません色変えちゃいました全然いいよっつって。あ、本当に任せるいや、ありがたいですよ、はい、ありがたいですね、任せてもらえる、はい、そしてもうさりげないというかもう当然のようについてますけど、これセンターロックということで、はい、アベンダのレースは、まあ、センターロックがオプションで選べるので、まあ、今回もともとやっぱりセンターロックだった車両を購入していただいているんで、まあ、でもアベンタドールはセンターロックの方がかっこいいですよね。だもう足元がなんかこのカーボンセラミックのローターとこのキャリパーとこの全体的にこうシルバーで統一はされてるんだけど、はい、こう濃淡がちゃんとで一応ただそのカーボンパーツがあるので、まあ、キャリパーはちょっとガンメタ、まあ、カーボンパーツって透明から見たらちょっとこうガンメタというかグレーというか、うんうんうん、まあ、黒とグレーが重なっているものなのでキャリパーだけちょっとグレーにして全体的なバランスがちゃんと取れるように考えてやってみました。確かに、はい、全部こう同系色でまとまってるというか。そうですね、こんな感じで当然のもう、はい、東京店内山セッティングですから、そうですね、もうバッチバチです、はい、もうビップカー乗りの人もドン引きの、はい、ザラザラのセッティングでなんだったらこのスポークのここの部分ぐらいはもうはみ出してるんじゃないかっていう、はい、もうアベンタドールはもう何台もホイールやってますからね。でここまで極めるのって、はい、もうヨーロッパとかアメリカでもあんまりいないんです。うん、そうですね、セマなんかでも結構アメタン履いた車いろいろ見てきましたけど、はい、アメリカの人ってあんまりそこまで攻めないというか、もう今気にしないというか。アナーキーとかでもアベンタドールはもうこのサイズで出してるみたいです。あ、そうなんだ、はい、逆にもう日本のこのバチバチのを見てやっぱりそうした方がいいぞっていうことで、そうですね、
で今回のも例に漏れることなく、もうバツバツのセンティングですね今回も。でもちろんその出すのはまあ測ればできるんですけど、はい、その走れるようにするにはこのタイヤのチョイスも、ね、まあ純正で PZ4 を履いているので、もともとショルダーが寝やすいタイヤなんですけど、純正よりちょっとまた 0.5J ずつ太くして、まあ、もう少しショルダーが寝るようにやってます。ちょっとそのレーシーに見せたりとか、はい、当たりにくくしたりとか、そうですね、まあ、あとは見た目の問題なんかで、はいはい、そんなセッティングがされてます、はい。でローダウンもなんと一番最初の入庫時からまた下げて、また1センチ、フロント 1.5 センチぐらい下げてますかね。こうエアロついてる車高に、はい、エアロついてるさらに下げました。エクステリアに合わせた車高になってると、はいはい、まあ純正リフターがついてるんで多分大丈夫かと。なるほど確かにリフターついてれば多少攻めてもそうですね、はい、っていう時は上げられるんで、まあ今までお客さんも結構こういう車高低い車ずっと乗ってきてる方なので、その辺はもう多分全く心配してないです。なるほど、はい。そして後ろ行きましょうか。後ろも1インチ大きくって、はい、コンケーブが激しめのやつ で、でまた後ろは当然太くなるんで、このタイヤの寝具合が違うサイズと組み合わせるんで、はい、355っていうタイヤになるので、ただフロントとだいたい同じぐらいの、そうですね、ちゃんとやっぱりショルダーは前後揃えた寝方が同じようになるように意識はしているので、絶妙なセッティングになってるみたいです、はい。そして後ろのキャリパーも同じプラッティング、暗めのプラッティングシルバーで演出されてると。ね、いやもうかっこいい、うん、かっこいいですね。かっこいいよねアベンタ。これでもキャリパー今日たまたま朝ブログ見てたら、名古屋店の小塚さんがプラッティングシルバー薄めでってやってたんですよでもガンメタの濃さはこっちの方が上です。あ本当にくそーと思ってそんな絶妙な色合いの違いもある。そうですね。そしてじゃあ後ろ行きましょうか、はいはい。後ろがもう一番最初の入庫の状態を見比べるとガラッと変わった、はい。まあ、やっぱりリアバンパーのこのディフューザーがマットブラックだったので、これはまずいですよねまずくないですディフューザーマットブラックはまずいですよね。なので今回リアディフューザーもマンソリーのリアディフューザーに交換をさせていただきました。まあ、純正だとカーボンでもやっぱカーボン面はもう一定なんですけど、マンソリーなんでちゃんとこうセンターから、純正って一方向なんだ。そうです。あ、そうなんだ、はい。でデザインはパッと見純正と一緒です、これ車。あ、ディフューザーが。そうなんだ、はい。ただ一番外側にディフューザーが追加されて、フィンが追加されてます。あ、じゃあもうそれだけデザインが完成してるっていうのと、はい。そうですね。あ、じゃあ本当に純正をさらにちょっとこうリメイクしたというか、はい、っていう表現は。そうですね、合ってるんですね。合ってます、ね。確かにもう知らない人が見たらこう純正オプション分かんないと思います、多分リアディフューザーっていう。これなんかフロントのエンブレム見ない限りはマンソリーって分からないと思うんで、でもなんかそれがまたいいのかなと思う。なるほど、はい、派手すぎない、はい。そしてこのリアウィング、リアウィングですね、はい。マンソリーのコンペティションというリアウィングになります。でなんとびっくり、この足まで全部カーボン、はい、カーボンです。はあ。でこれをつけるのに、はい、なんとリアのこのウィングに穴を開ける。穴開けます、戻せませんもうお客さんそれやっちゃってくれと。いやもうお客さんやっぱりリアウィングとかある方があるのが好きな方なので、まあ最初はちょっとなくてもいいのかなとは思ってたんですけれども、ただここまでマンソリーで固めてきているので、まあ、逆にリアウィングがあった方が、ね、後ろのボリュームも取れるし、確かにこう下回りと上のバランスがちょっとこう、はい、そうですね、寂しくなっちゃうとかっていう感じはしなくもない、はい。だから本当に後ろの外観かなり変わりましたけど、はい、ちゃんとバランスが取れてるっていう。やっぱりでもリアウィングもアベンタドールで言ったらかなりいろんなメーカーから種類が出てると思うんですけど、僕はやっぱり個人的にこのマンソリーのこのデザインが一番好きなんですよね。なるほど、はい。こんな感じでしょうか、はいはいはい。というわけで今回はマンソリーのエアロをつけたアベンタドール紹介させていただいたんですけど、はい、マンソリー結構他にもいろんな車種出てますし、かなり出てます。特に今年結構いろいろ車種がすごいですね。なんかカミングスーみたいになってますけど、うん、フェラーリも出てきて、ね、いろいろ出てきたりとか、なんかもういっぱい予定があるみたいなので楽しみですね、はい。ぜひチェックしてみてください、はい。そしてアベンタドールのカスタマイズはもう車種、はい、車種というかグレード問わず、アベンタドール何でも、まあ、ランボルギーニだけじゃなくてもうフェラーリでもマクラーレンでも何でもお任せください、
はい、まあ、いろんなことができるみたいなので、はい、ぜひもうただでさえかっこいいこのアベンタドールをさらにかっこよくしたいなんていう要望にも応えられますので、はい、ぜひボンド東京内山店長にご相談ください。内山までお願いいたします、はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。